こんにちは、アソニーです。ただいま1月20日金曜日の夜9時半です。つい先ほど動画のコメント欄で教えてもらったんですけれども、富士 Wi-Fi が、個人向けのサービス受付再開を断念したそうです。いやー、残念無念ですね。まあ、最近いろいろと問題が起きていたようで、ネットでも話題になっているようですが、あんまり憶測だけで言うのもなんなんで、まあ、そこには触れずに事実だけを、言っていきたいと思います。富士 Wi-Fi お知らせ、1月20日金曜日更新、個人のお客様の申し込み再開に関して、1月下旬より個人様向け申し込み再開を予定しておりましたが、回線提供会社様、つまりソフトバンクとの再三にわたる協議の結果、一般ユーザー様へのご提供ができなくなりましたと、楽しみにしていた方は申し訳ございませんということですね。なので今後1月24日からは、法人のお客様、個人事業主を含むっていうことですけれども、を相手に受付をしていきますということです。ちなみにレグルス登録会員ってのが何なのかはちょっと今一つわかりません。まあ、これに合わせて1月24日からホームページもリニューアルしますということです。まあ、本当に残念としか言いようがないですね。もう私は今ね、非常に快適に使わせてもらっているので、こんなに素晴らしいサービスだったら、多くの人に知ってもらいたいなと思って以前動画を作ってるんですけれども、もちろんね、こういう動画を作ってこう情報を拡散することで、結局ユーザーがバーッと増えてきて、で結果自分の首を絞めるだけっていう可能性ももちろん頭の中にはありましたし、まあそうですね、結果として、今後、ユーザーの数が劇的に増える可能性が減ったわけですから、正直ちょっとホッとしてるっていう気持ちもないではないです。ただまあそれはね、結果論であって、いいものをこう人にお勧めしたいっていう気持ちで動画やってますから、まあそれはあまり気にしてないんですけれども、ちなみに今ですね、1月20日、月の3分の2を過ぎたところで、1月度は125ギガ使ってます。まあ、大体月間200ぐらいのペースですかね。うん、で、ここ最近ですね、あくまで体感的な話ですけれども、ちょっと遅くなってきたような気がします。以前の動画で 4K 動画を 1.5 倍速だったか2倍速で途切れなく見ることができますっていう話をしたんですが、最近はちょっと夜のゴールデンタイムでは 4K 動画がちょっとだけ止まる時があります。まあでも一回一時停止して少し読み込ませたらすぐまた再開はするんですけれどもね、家の固定回線、光回線がゴールデンタイムにめちゃくちゃ遅くなることを考えれば、それでもやっぱりこっちの方がはるかに快適っていう、今はそういう状況なので、今後もこれを使っていきたいと思ってます。で、こういうモバイルルーターを持ち歩くっていうことが私にとっては初めてだったんですけれども、意外に平気でした。普通に気軽に使えてます。なので、この今ファーウェイのMate 9を、格安 SIM の、DMM モバイルで契約して、高速回線は1ギガだけ、それ以外は低速回線っていう契約をしてるんですけれども、もう外出してる時は 100% 低速回線で使ってます。これしかない時は、でそれプラスこれっていう形で使ってるので、その DMM の高速1ギガっていうのは全く手つかずで残ってますっていう感じなので、まあ格安 SIM とモバイルルーターとの組み合わせっていうのはなかなか強力なんじゃないかなと思います。ちなみに、富士 Wi-Fi と同等のサービスなんじゃないかっていう、また別の会社のサービスも最近あるそうで、そういった動画もアップされてますから、その辺また どっかにリンクを貼っておきます。今後さらにこれのスピードが遅くなってきて使い物にならなくなるような事態になれば、まあ勝ち負けじゃないんですけれども、まあ、私がアホだったっていう話ですし、まあ、今後も快適に使えれば私がいい選択をしたなという話ですかね。ただまあこれはね、仮にですよ、仮に劇的に遅くなって使い物にならんってなった時にも、解約料無料で
いつでも解約することができるっていう大きなメリットがあるので、まあ、それはいいかなと思います。ということで、富士 Wi-Fi さんが個人向けのサービスは、新規の受付はもうできませんと断念しました。諦めました。ソフトバンクにやられましたというお話でした。それでは。あ、すいません、ソフトバンクにやられたっていうのはちょっと言い過ぎですね。完全に憶測で言ってしまいました。すいません、それは撤回します。ただどうなんでしょうね、今回のその新規受付をできなくなったっていうのはソフトバンクが悪いのか、富士 Wi-Fi が悪いのか、もしくは両方悪いのか、どっちなんでしょう。皆さんどう思われますか。よかったらアンケートで答えてみてください。こういう個人向けのサービスをするよっていうことをさすがにね、ソフトバンクに無断でやったとは思えないんですよ。でちゃんと許可を取ってスタートしたはずで、にもかかわらずソフトバンク側が手のひら返してやっぱりこれ以上やめろっていうふうになったんじゃないかなっていうのが私の憶測です。皆さんはどうお考えでしょうかね。